逆に MC してください。今から回してください。全然そっちの方が気楽だよね。俺がゲストになるんで、はい、今日のゲストはガンス君なんですけども、やはりガンス君といえば、僕最近すごい気になってることがあって。え、なんですか？ガンスが心に決めてる本業は今何なのかなっていうのがすごい気になってて。テニスやってるでしょ。テニスやってるし、ゴルフやってるでしょ。なんかいろいろやってるから、なんかプロゴルファーになりたいのかなと思ってて。いやいやいや、それはよく聞かれてたけど、やっぱり、一応性格的に何かハマったらもうあれしか見ないから、性格が。そうね、ガンスまっすぐだもんね。うん、でもだからあれは本当にその忙しい、その自分の活動の中で唯一なんかストレス発散できる場所だ、 ところだし、だからそれを思い切り楽しむだけだから、別に本当にもう思い切りもうちょっと頑張って、なんか本当にプロゴルファーになってみようかなっていう、考えは全くないんです。だってそういうふうに簡単に思っちゃうと、実際にその仕事を、そのプロゴルファーっていう仕事をされてる方々に失礼だし、そんな簡単な気持ちで勝手にやっちゃうのは、でも、頑張って仕事をやってるのに、いつもなんかそういう風に言われるのか、ああそうね、わかんないよそれ、本当に。多分それ、俺の回し方みたいなやつであるんだと思う。で、俺本業よりサイドのものを MC よくするじゃん。なあ。よく台本にあることはもちろんあるけど、ないこともたくさんやるじゃん。なるほど。あ、そういう風にやるんだ。そうそうそう。そのない風にした瞬間がみんな素に戻るわけよ。あと本気で考えるわけ。やっぱなるほど。ファンの人はその顔が見るのが好きみたいよ。さすが。なるほど。やばい。今いいこと教えてもらった。そう。ガンス、全部教えてあげるよ、俺の。スキル。多分被ることないから、俺とガンスが。全部教えてあげるよ。いや、でも、ちょっとタイミングが遅いのは、もう MC 回すことないから。いや、もしかしたら。もうやらなくていいから、俺は。もし、わかんない。もしかしたら、YouTube でゲストを呼んで、これから回さなきゃいけないかもしれないじゃん。ありえますね。ありえます。なるほどなるほど、うんうんうん、その時のためにちょっと、いやでも今のはすごいびっくりした。だから俺打ち合わせしないでしょ、メンバーと。確かに、なんか流れだけ言って終わらせちゃうもん俺。だから確かに、ね、もちろん考えたらイベントの流れ的には追わなきゃいけない、台本は追わなきゃいけないけど、もう大体そこ早めにパパパッと終わらせて、なんか余計な喋りするじゃん、みんなでちゃんと。あれああじゃない、こうじゃないみたいな。確かに。あの瞬間、俺も楽しいよね。やっぱどうしても、なんていうのかな、年齢が近い人たちが多いから、なんか、要は、初めて俺が司会したのが23歳の時だったから、その時、若い MC って誰もいなくて、俺しかいなかったから、なるほど。みんな友達感覚で喋ろうと思ったのね。年も近いし、分かってくれるだろうし、多分今俺たちが辛いと思ってるのは似たようなことだなと思ってたから、もちろん仕事だからしっかりお客さんに見せなきゃいけないけど、遊んでる姿もうちらはね、ちゃんとお仕事になるわけだから、ガンスがそのゴルフを一生懸命やるテンションと一緒だよね、楽しみ方は。なるほど。でめっちゃ楽しいもんね、いつも。だからいつもだいたい時間オーバーして、いや、ゆうなくんに後でボソッと、お前ちょっと広げすぎじゃないってチクチク言われて、お前いいじゃんって、ごめんごめん、ちょっと確かに伸ばしすぎたみたいなのあるけど。あ、でもそれよく本当にあるのは、本当になんか実際のプライベートで仲良く喋ってる感じと、またステージの上で客がいてからのそのトーク、ちょっと違うから、感じが全然違う、全然違う、種類が違う、全然違うし、あとその、やっちゃいけない話ももちろんそのあるけど、そのギリギリの線を越えずに、なんか楽しくなんか盛り上げていく、
あの感じも、うん、だからプライベートの超ぶっちゃけ得に負けないぐらい楽しいかもしれないんですね、本当に考えると。あのね、そう、あのギリギリをこうスレスレに来るのはやっぱ楽しいよね、みんな。もう超えたらもう終わったらすぐマネージャーさんが待ってるから、裏口で。俺も来られるから。いや、そう、なんだろうな、最初の方に出た、あ、俺がこうガンスに、あ、ぶっちゃけていいのとかで、ガンスに初めて聞いた時のあのドキドキした顔は、多分みんなが見たい顔の、素のガンスの顔なんだと思うよ。うん、なるほど。いい勉強になりました。ありがとうございます。トークうまいんで、日本語もうまいし、もちろん。うまいのかな、うまいうまい。わかんない、なんか。なんか、あの普通に喋ってることに個性があるから、それはすごいいいことだと思うよ。それに自分が気づいてないから実はすごい、まあ気づいてそこを意識してたらそこが面白くなくなるかもしれないんですね。そうそうそう、無意識だからいいところもあるから。まず頑張り屋さんだから、あとサービス精神旺盛ですよね、T さん。頑張ってありがとうございます。なるほど、そうなんです。サービス精神、見てください、この少年のような顔。あんま普段見せない。照れてます、デレデレ中です。いやね、お家にいるとね、やっぱね、キーメールから人と喋るのはすごいいいことだよね。いや、もう今超思うの、超楽しい、マジで。なんか YouTube 撮りながら一人で10分、長くは今までの一人で撮ったやつの中で一人で 2,30 分ぐらいもう喋ったことがあるけど、何か物を見せながらとか、でも、あ、やっぱりこの他人と話をするのがこんなに楽しいことだったんだって改めて。今外に出れないしね、人ともなかなか会えない、会わないようにしなきゃいけないから、なんかあっという間に今ほぼ30分になってるから、録画してから時間見てびっくりしたんですよ。あ、多分俺とかだったらちゃんと掘り下げてトークすれば3時間から4時間を回す持つよ。やばいですね。で、これってちょっと気になるのは、うん、このこれ何人まで、うん、何人までできますか、これ。25人、25? スカイプ今までマックス50かな、25か50、けどね、やっぱ回線はすごく重くなっちゃう。ああ、なるほど、うん。だからまあ、4、5人とかがいいんじゃないかな。あ、ここに雄一郎とか呼んでもいいかもしれない。まあいい、うん。呼んだらすごいぐちゃぐちゃになると思う。それもそれでいいと思う。あの T さんが編集どうすりゃいいんだろうって頭抱える姿が俺分かる。もう、あ、でもね、どこ使おう、どこ切ろうみたいな。もうね、でももうガンス君がね頑張ってるんで、編集俺やってるんですよ、俺が。そう、あ、そっかそっか。僕はね、もうさい、そのロゴみたいなの作ったりするだけなんで。あ、もしかしてもうぐちゃぐちゃになりすぎた、うん、なりすぎたら多分、いや、もうめんどくさい、もういいや、全部流すって。フルで流す、全部フルで流すのもったいないから、とりあえず、まあ、15分ごとに切ってそれだけ流す。3つ3つパターンよっていう、シリーズで To be continued。 でもそれか、全然知らない人を勝手に入れちゃうか、うん、まあそれでもいいんじゃない。そう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 。で、僕が誰かをまた招待して、こっちに入れて、みんなで喋るか、うんうん、まあそれが本当に初めましてになるかもしれないけど、うんうん、まあそれか、もしかしたら、兄貴が誰か招待してくれてもいいし、うんうん、そういう風になった時には、ちゃんと MC お願いします。はい、わかりました。でも便利屋だもんな、俺。俺も最近本業が何か分かんなくなってきてるからな。でも、じゃあしたら今、ずっと仕事をやってる感じですか？今日たまたま今日ね、午前中だけで終わって、今セットの転換をしなきゃいけないから、取れなくて、うんうん、で、たまたま今日午前中、はい、午前中で終わったの。したら特になんか、今の時期になんか、うん、
ありますか、なんか仕事の仕事が今できる環境だから韓国は、うんうんうん、まあ、もちろん仕事で忙しいと思うけど、なんかそれでもなんかステイホームをしながら何かちょっと新しくチャレンジしたことだったり、うんうん、ああ、でもまあちょっと前まではずっと家にいたけど、俺も仕事以外では出なかったけど、その時に、うん、やっぱ本はたくさん読んだな俺。もともと本読むの好きで、今までちょっと最近こうなんていうの、台本をいじったりとか、こうなんていうの、文章に関する仕事がしてたから、ちょっと活字に飽きてたんですよ僕、字に。だけどこう家でずっとポケーっとしてて、ポケーっとしたらポケーっとしたままの時間しか過ぎないから、あ、もう一回本読もうかなと思って、今と誰にも邪魔されないから。確かに、うん、お酒飲みながら読む本って超面白いよ。どうですか、お酒飲んで本読んだことない？あのベロベロになっちゃダメだよ。こう、まあ、一人で飲むからチビチビ飲むじゃん。チビチビ飲みながら読んでると、想像力すげえ働くから、お酒をいい具合に飲むと超楽しかった。なんかちょっと難しい真剣なストーリーの映画をちょっとお酒飲んで見る感じと一緒ですよね。あ、そうそうそう、一緒一緒一緒。あ、なるほど。まあ、あと、あ、そうだな、俺あとチャレンジしたのがガンスと似てるけど、まあこれはもともともうちょっと前から始めたんだけど、インスタでラジオやってて俺。それは何？できるだけ水曜日に俺のインスタで、いわゆるなんていうの、インスタライブだとさ、今みたいにこうやって見えるじゃん。はい。でもそれをこう見せないで、いわゆるまあ塞いで真っ暗にしてラジオだけみたいにしてやってるのよ。ああ、なるほど。水曜日の何時にやってますかそれ？一応10時なんだけど、だからタイトルもできるだけ水曜日にやるラジオで、出来水なのよ。あ、なるほど。仕事とかあると、まあ、なんと、なんていうのかな、仕事としてラジオやってたら、そのスケジュールは取れるけど、本当にインスタライブだから、なんていうの、もう、まあ、遊び半分じゃないけど、半分仕事はし、半分遊びみたいな感じだから、それで始めた。なんかコメントに答えたり、そういうのもしながら。そうそう、基本的には、そのラジオの、まあ、1週間に起こった出来事だったりとか、みんながどう思ってるとか、今までみんなどんなバイトしてたのみたいなとかで、喋りながらコメントも上がってくるから、それ見ながらやって、で曲もずっと喋ると疲れるから、であとみんなのコメント追えなくなるから、1曲流して。なるほど。面白いそれ。で別の、なんつうの、 iPad でも何でもいいからやって、こうなんつうの、こう近づければいいだけだから、スピーカー、はいはい、で曲流してる間に休憩しながら、こうみんなのコメント見たり、あ、この今の展開だったらこうだったらこうしようかなみたいなので、ラジオで一人でやってる。たまに出てくれるけどね、ゲストの子とか。あ、ゲスト出演もできますかそれって？ただ遊んで喋ってるだけだから。あ、そしたら次僕呼んでください。全然いいよ、全然出ていただけるなら。これ放送してから、うん、放送して、そうそう、一番近い水曜日に呼んでください。まあまあ、多分今、まあ、5月5日で今日が火曜日なんで、明日と来週は多分できないよね、ずっと撮影してなきゃいけないから。うんうん、だからガンスも顔俺も見せてないから、あれって一緒に放送できるじゃん。半分になって上が自分でした、ガンスみたいな。から、あ、なるほど。でガンスもいわゆる携帯のカメラをパタって下に置いちゃえばもう真っ黒になるから、うん、それだけ。あと写真も出せるから、インスタライブって。そのなんか写真があったら写真だけ出しといて、ずっと喋ってればラジオになるから、これはいいですね。やっぱ今ちょっと、なんていうの、まあ、映画の仕事が多いから、今最近今やって、そのみんなにこれやってたんだよって言えるのにさ、1年くらいかかっちゃうから今。確かに。前は MC だったりとかだったり、番組だったら2週間ぐらいですぐ、こう来週何々出るんで見てくださいとか、来週誰々の MC しますとか、なんか暇な人遊びに来てくださいみたいなこと言えたけど、今もう1年になっちゃうから、この間を、確かに制作期間が長いから、そうそうそう、この間ファンの皆さんをちょっと待たせるのはちょっとかわいそうだなと思ってて。
そうそうそう。で、始めたラジオでもある。なるほど。なるほど。ラジオ面白いよ。あの、もしね、あの、T さんいるからさ、T さん、あの、構成作家みたいになって、一人でずっと回すのは大変だから、確かに。誰かが、こう、なんていうの、こう途中でちゃちゃ入れてあげたり、ガンスにいたずらしたりとかすると、まあそれが昔のラジオってそうだったけど、現代はそれが YouTube とかに変わったよね。本当に。やってみましょう、T 君。そうですね。ガンス君、ラジオみたいなのをやったことはありますか？え？ラジオ。ラジオみたいな。ゲストに出たとかは、出るぐらい。まあゲストと、あとは、その、シングルとアルバムの、うん、その、限定版みたいに、うんうん、そこになんか、メンバーでなんかラジオやってたり、うんうん、で事前にファンの皆さんになんか書いていただいたコメントの中でなんか質問とか選んでやったり、うんうん、そしてなんかスタッフが企画で作ったその企画のゲームとかメンバーみんなでそのラジオでやってたり、うんうんうん、だからお便り、まあ多分 T さんは日本の人だから分かるけど、はい、昔のなんていうのかな、こう昔、今のオールナイトニッポンじゃなくて、昔のオールナイトニッポンって、はがきが来て進行していったじゃないですか。はい、はい。だから、そういうのから、ファンと交流する、ファンのコメントを読んで、ファンのお悩み相談に乗るとかやると、多分、全然、ガンス君でもラジオ、十分できるんじゃないですか。できますか。やりますか。やりましょう。あれ何これ何これあれこれ、ガンス YouTube の企画会議力を借りて、それもいいですね。力を借りて、タイミングを見て、こう、あの、聞きしようと。いきなりこんな感じになっちゃったけど、そう、でも、今、あれだよね、YouTube の見せ方が本当に変わってるから、うちらは多分、ガンスもそうだし、俺も多分、テレビ世代じゃん、やっぱり。YouTube って、簡単に言っちゃうと、うちらの楽屋を見せるものなの。うちらに分かりやすく言うと、多分。だから、どうしてもこう表にやるっていう感じの、うちら多分抜けきれないと思うね、 YouTube やるときって、うんうんうん、だから T さんがあのそういう、いわゆるその楽屋のガンスでやらせてあげれたら多分いいコンテンツになるんじゃないのかなと思ってます。どうしても構えちゃうんで、うちらはやっぱり、うん、そういう教育っていうか、そういう風に育ってきてるから、もう身についてますよね、ステージにこう出るっていう、うんうん、まあそれが方、表情にもやっぱりそういう風にそういうスイッチが入っちゃってるから、うんうん、抜くスイッチはないんですよ、うん、うちらは、うん、確かに抜いてあげてください、スイッチを。なるほど、わかりました。いいこと、徐々にね、よかったですね、うん、意外にガンス天然なんでバレバレあとすごい集中してると思ってるけど、パッて見たらすっげー集中してない瞬間もありますからそこはね、その時ステージ上で見せた時はもうその瞬間にもう俺 あの MC の餌ですよね。バケーンって言って、ガンスお前今聞いてなかったらなんて言ってたら言ってみろって、この質問なんだってあー怖っ、それは怖い。オフの部分はね、うん、で今ずっと、まあ、しばらくは続いてるんじゃないですか、うん、今その世の中が大変な状況の中で、なんか終わったら一番やりたいことなんですか俺もう終わってごめん終わってるっちゃ終わってるんで、こっちもう終わってるから、いやもう全てが世界中が、いや、そしたら俺日本に行きたいよ。あー、天一のラーメンが食べたいの